モンスターは日本の作家、桃田直樹による小説。2010年に発表された。美容整形の世界に触れながら、一人の女の生涯を追っていく物語で、人々の心の闇や美しさのあり方を描いている。2013年に同盟で映画化され、同年11月には文庫本の発行部数も100万部を突破した。瀬戸内海に面した。 人口4万の古い田舎町で、レストラン、オンディーヌを営む町一番の美女、ミホ。彼女は店を経営しながらある男を待っていた。奇形的な醜さで生まれ、学校の旧友は、愚か実の母親にすら罵られながら育った女、カズコ。この和子こそが、かつてのミホであった。周囲から疎まれる、学生生活を送っていたカズコだったが、 高校で幼き日の淡い恋心を抱いた相手との再会を果たす。しかし和子の男への歪んだ思いがある事件を引き起こしてしまう。その蒸気を一した犯行に町の人々は和子をモンスターと呼び意味嫌う。親からは感動される形で東京に出た和子を待っていたのはそれまでと同様短大や職場で会う差別された生活だった。それゆえ美容整形にはまり、 性風俗用に従事しながら、幾度にもわたる整形手術を繰り返していく。顔を変え、名前を変え、年齢を変え、別人の人生を手にした、和子だったが、その胸の内には、かつての初恋の男への変わらぬ思いがあった。2013年に映画化され、4月27日全国、公開された。主演は、高岡咲、監督は、大久明子。 R15 指定作品。キャッチコピーは、私は化け物。それでも愛してくれるロケは、伊豆急行線の伊豆北川駅や、電車内で行われた。主演の高岡崎は、主人公、和子の高校時代から30代までを、すべて一人で演じ、整形前の撮影シーンに挑む際は、特殊メイクに2時間を要した。出来上がったブス姿は、 ロケ現場を訪れていた原作者の桃田直樹も思わず、二三歩後ずさりしてしまうほどの出来。高岡本人も、その顔を見て気分が落ちたため、特殊メイクを施した、江川悦子はひたすら励ましていたと撮影秘話を、明かしている。その他、撮影では映画、中心蔵外出に四つや階段以来、約20年ぶりのフルヌードで大胆な濡れ場も、披露するなど、体当たりで撮影に挑んだ。 とされたが、実際には当初からボディスーツを使用していた。また、この年、デビュー25周年を迎えた高岡は、映画のエンディング曲、君待てどもを I am waiting for you を歌手として21年ぶりにレコーディングした。君待てどもは、1948年に平野愛子が歌った戦後を代表するヒット曲で、後に日本人初のアカデミー賞を受賞した。 ジャズシンガーのナンシー・ウメッキが1950年に英語バージョンで歌った曲。高岡が歌うのはこの日本語、英語バージョンをメドレーで歌唱したジャズテースとふれるスペシャルバージョンになっている。演奏にはジャズピアニストの山下洋介が参加した。高岡にとって山下は両親の大親友で洋介、おじちゃんと呼ぶなど幼い頃から家族ぐるみの付き合いを している間柄ながら、共演は初めてであった。息の合ったセッションで、レコーディング本番はわずか3テイクで、OK となり、一切の編集なしで、ノーカット音源がそのまま採用されている。公開に先駆けて4月18日には、都内でプレミア試写会が行われ、主演の高岡咲のほか、多くは菊子監督、脚本家の高橋美き 特殊メイクを手掛けた江川悦子が登壇した。また、主人公の和子と同じく目と鼻の整形をしたことがあることをカミングアウトしている元鳥の五輪スノーボード、日本代表の今井メロもトークショーに参加し、整形前の気持ちや整形後に前向きになれたことなどを話した。ありがとうございます。